サイ・アキスケは、台湾で活動する、映画監督、脚本家。1957年10月27日、マレーシアのクチンで生まれた。1977年、20歳の時に、台湾に渡った。中国文化大学演劇家で映画と演劇を学んだ。あと、1984年から脚本家として、活動を始め、同時にテレビドラマの演出も手がけた。 1992年、初の長編、青春神話を発表。台湾の中時番号主催の映画賞で、最優秀作品賞を受賞。翌1993年には、第6回東京国際映画祭の、ヤングシネマ部門ブロンズ賞を受賞した。1994年、長編2作目の、愛情1万歳を発表。第51回ベネツィア国際映画祭の、 コンペティション部門に出品され、禁止史賞を受賞。第31回金馬進むでは、作品賞と監督賞を受賞した。1997年には3作目となった、川を発表。第47回ベルリン国際映画祭で、審査員グランプリを受賞。翌1998年には一部ミュージカルの、要素を取り入れた、ホールマイナス堂を発表。 第51回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。2001年2つの時、二人の時間をフランスとの合作で制作し、常連のリーカンションの他にジャンピエール・レオが出演した。2003年のラクビは第60回ベネツィア国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。 2005年のスイカでは過激な性描写が話題を呼び、国内で年間興行収入第1位となる大ヒットを記録。第55回ベルリン国際映画祭でも芸術貢献賞アルフレッド・バウアー賞、国際映画批評家連盟賞を受賞した。その後も黒い瞳のオペラやビザージュを発表した。2013年長編10作目となった。 こういうピクニックを発表。第70回ベネチア国際映画祭で審査員大賞を受賞し、金馬進むでは19年ぶりに監督賞を受賞した。また、本作を最後に商業映画界から引退する意向を示した。2017年、初の VR コンテンツ作品、いえ、財団和カラを監督したと発表した。芸であることを公言している。 ありがとうございます。